はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラゴンファンタジー2、前回の続きからやっていきたいと思います。ダーマ神殿に乗り込むところですね。まあユーフィーはちょっと一旦外して、パワーキャラ3人衆で、行こうと思います。まあ、ビリーはね、イカズチの杖がレイジってあるんで、かなりの戦力になるんで、そのまま続投ですけど、タックラウドがどれだけ強いかだな。大体、あれクラウド遅っ、ビビより遅いのか。レベルがな、だいぶ開いてるからな、差が46。弱え。まあしょうがない、もう今から帰るのもめんどくさいし。こっちは何にもないか。てかこれさ、試練の山じゃん。あ、コドラのあれが出てきてる、強いバージョン。あれ元々出てきてたっけ、テラノザース67。おお、ラリフォーマー、寝た、めっちゃ寝た。あぶね、ラリフォーマーかなりきついな。3人も寝てるし。デフォマラーなんて使うのかよ、すっげえ回復してんだけど。おお、マジか、これやばい、すっげえ長期戦になりそう。早く生きろお前ら。うがは、攻撃力は弱い。よーし、はい、これね結構食らうんですよね。上ベコイミで回復されてるかな。おー、また食らったよ。いやー、長引いたな。そしてアモールの水を使わなくては。またほい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 、あ、左、あ、なんもなかったか。どっちだ、先に近い方に行く。あれ左肩から動くか、こっちか。これで倒せるっしょ。よし、あ、ペーフォイに使ってきた。おお、めっちゃ回復された。もう全開されたっしょ。イカズチの杖が多分60くらいだから、そうだな、60当たんなかったし。あー、でもクラウド攻撃力はあるな。これきついな、眠りを。あ、殴っちゃった、間違えて。まあいいや。あ、当たるな、クラウド。あー、宝箱ある、くっそー、戻るか。うめえだ、コンボを先にします。クラウドただ遅い。よし、マヒニラミ、おー、危ねえ危ねえ。67、テリーは65。おお、テリーより強かった。やはりパワーキャラだな、クラウドは。お、金3000円も手に入った、やった。最近買い物してねえな、弁月輪を買ってあげたくらいだな。そろそろ装備を整えてもいいかな。装備整えてたらもう少し楽だったのかな。あまり防具を買った記憶がないからな。だか会心の一撃だか。わあ、ファイヤー使ってくるんだ。いいね。あ、ユーフィーよりはなんかいい感じがするな。まあアビリティが戻ったら、まあユーフィー使えるからな、かなり。そしたら入れ替えるか。入れ替えポイントとかあるか。すげえ、そっか、雷鳴剣だからか。
で、こちらで。おーし。あ、ここの鍵が多分ダーマの鍵がないと入れなかったんだな。まだ敵出るか。おお、敵がしかも変わってるし。鍵大丈夫か。大丈夫だな。バルーン仕留める。こいつもメガンテ使ってきそうだからな。おっ、マジックポットも出来損ないみたいな。うおー、使ってきた。うおー、なんか弱い。ヒットポイントが減ってるとメガンテ弱くなるのかな。ヒットポイントダメージとかそんな感じなのかな。あー、これもなんかすぐボスっぽいな。いや、違った。すげえ登ってんな。モンスターがいっぱい出てこられるとちょっと厄介だな。まあ、一体ずつ進んでいきますか。危ない危ない。あー、道具になったよー。毒消しを補充していけばよかった。230か、結構持ってたな。毒消しそう。次がラストだ。二人毒にされたらどっちかを見捨てるしかない。お、これはこれは何にもない。こっちはあれ長いなんかありそうだ。毒矢頭巾は嫌だな。かといってな、バルーンほっとくとメガンテ使ってくるしな。痛い。あー、毒になった。やばい。これは危ねえ危ねえ。ガード、あ、そうだ、毒ガード持ってたんだ。いや、つけといてよかった。くらい。けどなかなかレベル上がんねえな。ちょっとそろそろアモールの水を。まだ大丈夫か。やっと宝箱があった。エクスポーション、あ、ちょっとまだエクスポーションは必要ですからね。うわー、忍者部隊が出てきた。忍者、普通に忍者だな。水筒、おーい、40、やばい。いや、やばいやばいやばい。これグッパ、うわー、しかも2回攻撃か。つえとりあえず攻撃は何だな。攻撃は最大の防御で倒す。オープンね。その割には経験値も持ってねえな普通。ちょっと薬草使おう。よし、これでどっち。宝箱がある。きた、忍者三人衆。こいつらのね、水遁連発されるとかなりやばい。一体は確実に倒す。倒せない。いけー、グハ本撃やったそういや反撃のベルト持ってたよな。もういいやな、グラベルで、これでおしまいでしょう。反撃できたのはでかかったな。おー、雷神手に入れた。二つ。お前ら水遁使ってなかったっけ。アモールの水、さっきエクスポーションよりランクが下がってんな。おお、敵が完全に入れ替わったな。このダーマ神殿に来て。強かった。もうマジックポットみたいなやつは、三日月の手を2回でさっき死んでったかんな。呪いのランクか。ヒットポイントは少なそうだな。煙玉。忍者の道具がいっぱいあんな。小さなメダル。なんかそういうのが欲しいっちゃ欲しいんだけどな。うわー、またブチュチュンパ的なやつが出てきた。ブチュチュンパだし、これは分散させて三日月の杖を効率よく使っていきましょう。よし、お
おー、吸い取られた。反撃。吸い取った分よりは。マジか、クラウド。421か。お、力5。素早さが上がらないか。まあ、素早さはそう簡単に上がるものじゃないからな。また、このパターンか。ああ、そうか、バルーン。通過して、うわー、しまった。これはもう、やばい。万能薬を使うかどうかだな。そこまでその価値があるか。でも毒はな、鬱陶しいからな。うおー、ほら。毒ガのナイフ。毒ガのナイフ。毒ガのナイフどんだけ持ってんだよ。万能薬何個あんの ?1 個しかねえ。もういいや、使っちゃおう。大体さ、毒矢頭巾ってさ、毒ガのナイフじゃなくて毒の弓矢だろ。一緒に片付けておきたいな。うわ、早い。お、一回攻撃だ。そういう時もあるのか。倒せないんかい。100列なのよ。ミス。これって、あ、ディレイ、守備下がる。これ殴って倒すんじゃないか。結構ダーマシンでも長いな、これ。あー、でも、終わりが見えてきた。あ、なんかある。どうしよう、一応回復させとこうかな。この光は渡さんみたいな感じで敵が出てきたの嫌だからな。ノーマルランプはね、これで死んでくれる可能性があるんで。あ、90当たってるな。サンダーに弱いんだな。ちょっと一応アモールの水全員使っとこう、一回ずつ。お、ホーリー食らったぞ。なんとミカミックスたちは偽の大神官に呼ばれたアビリティを取り戻しました。やったー。あれ、まだあるよ。他の人たちのアビリティかな。とりあえず自分たちのアビリティだけ取り戻しておけばいっかみたいな。これアビリティさ、取り戻さないとさ、進めんのかな。これは行くぜ。サンダが山根の俺だと思うな。おっとっとっと、剣技剣技、真空波、うっぷんを晴らすで、ぶん殴る。主人公はやること変わらない。おー、26テーブル、クイックトリック。何それ、2回行動になるのかな、使うと。まあ、ボス戦で使う感じかな。あ、ここなんかもう思わせぶりなところがいっぱいあるな、ダーマ神殿は。これはもう完全にでも、あ、出たな。パーティー編成しよう。ちょっと、外そう。クラウド。お役目ごめん。まあ、馬車にはじゃあ入れ、あ、で、クラウド遅いからな。ちょっと待ってね。バーバラじゃなくて、クラウドの、ミスリルヘルムちょっと一回返してもらおう。これも返してもらう。外せるか。よし。で、誰入れてたんだっけ？アリーナだ。アリーナ入れる必要あるか？他のやつ入れてもいいんじゃないかな。セシルとか。アリーナ入れんだよな。54。どうしようかな。フォーズ。でもな、ミーユがいるからな。結構被ってるな、役割的に。アグリアスとかな。どうなんだろうな。キスティスは多分青魔法派でしょ。ちょっと青魔法はめんどくさそうだから。ま、いっか。アリーナに戻すか。ほいっと。ま、馬車の中は全然経験値入ってなかったかな。寝たっけ。
テント使ったっけ？使ってないな。ビビのあれが減ってる。ここで一泊してダーマを取り戻すのはまた明日にしましょう。そういう感じだな。敵は出んのか。でもダーマ神殿に入ったってことはもう敵は出ないってことでいいんだよね。なんかいるかな。あれ、戦士とかいなくなってる。突き落とされたのかな、欲望の街に。あ、この神官もいなくなってる。こっち上行けんな。上行ってない。お、誰もいない。宿屋ってここにあったんだなんか買ってけばよかった。ここにもセーブポイントがある。タンスがある、タンスが。タンス調べよう。おお、やった、小さなメダル。左下は、ああ、左側から出るって感じね。よし、じゃあ行きますか。お前一人で孤独だな。方法を自力でここまで戻ってくることができる人間がいたとは。ははいんだからあれだな、ライブラーあるやつ入れておけばよかったかな。だがすでにあのお方を強化するために必要な力を集まった。ふふふ、素晴らしいぞ。あのお方が持つ闇の力は、その上にこの力が加わればもはや何者も歯向かうことはできん。そして世界が闇に落ちる日は近い。だがお前たちはそれを見ることもなくここで死ぬのだ。おお、入んだな。どうしよう、弱点つかないといけないんだよね。強化がつかないよ。149、当たるっちゃ当たんな。手裏剣とかだったらどうなの。暗い、当たるな普通に。ピクトリックちょっと一回使って、え、敵にやるの、どういうこと意味がわからない。早いのか、メーターの溜まりが多分早いんだな。主人公また攻撃できたな普通に。バリアチェンジ、うん、バリアチェンジしてきたな。ファイバーゼロ、マジか。1、あ、やっぱやっぱりこれ手裏剣も1、当たらない。どうしようかな、火炎効かなかったからマヒャドだな次。暗い、こっちか。3弾も当たらない。レンジボールって何。おお、おお、3弾もウォーターか。そうするとウォーターが当たった。結構当たんな。やることがねえな。こいつゾンビかな、はいんて見た目ゾンビっぽい。クレーゾンビヒリング1 そういうあれではなかったな。水筒があるからちょっと、いやー、やっぱユフィだな、使えるわ。で、これとも回復ベホマキラーン、180回復が作れない。おマジかよ。ちょっとリミット使おう。回復もできる、さすがだな。こいつやることねえなマジで。アモールの一応回復させそう。で、ビビはウォータが溜めてる気がないな、これ弱点変えられるから。影響止水、よーし。ウォーターソード見て、あ、あった、水流切りがある。ちょっと水流切りに加われんな。バリアチェンジ来たか。チェリーが役立たずだな。当たる？当たんないよね。じゃあちょっと体格から試していくか。ゼロ。あとは雷神ゼロ。あー、ってことはマヒャドか。氷だ、倒した、弱弱点さえつけば弱いな。パワーキャラで言ってたらちょっときつかったかもしれないけど。バカな、あの方から力を授かったというのに。だが覚えておけ、私に力を与えたお方の名は暗黒魔導士エクスゼス様死ぬ間際にベラベラ喋んなこいつかつて勇者ロトによって封印されし邪悪の化身にして魔族の真の王であられる。あの方の前にはこの私は愚か、かのデスピサロですら利用されているだけの駒に過ぎん。そう、もうじきデスピサロがグルグ火山にある火のクリスタルによって進化の秘宝を完成させる。デスピサロは自らの身の破滅と引き換えに人間どもを滅ぼすという望みを叶えることができるのだ。ふふふ、お前たちに異形のものとなったデスピサロを倒すことができるかな。グフ。
イエーイ。ミカミックスたちの活躍により、ハインの計画は失敗に終わった。その後、解放された神官たちの手で、神殿に救う魔物は退治された。日を追うごとに、ダーマ神殿はかつての賑わいを取り戻していった。そして数日後。てかさ、神官皆殺しにされたって言ってなかったっけ？で、生き残りが一人いて、みたいな。謎だな。セシルさんはパラディンになりたいと申すのですね。はい、フォズ大神官。闇の力に頼っていては、いつかは僕もハインのようになるかもしれない。真の悪と戦うために闇の力と決別する覚悟はできています。わかりました。それではセシルよ、パラディンの気持ちになって祈りなさい。おお、この世のすべての命を司る神よ、セシルに新たな人生を歩ませたまえ。結構簡単にパラディンになったな。これでセシルさんはパラディンとして生きていくことになりました。生まれ変わったつもりで修行に励んでください。これがパラディンの力か。ありがとう、ホズ大神官。これからはこの新しい力で人々を守っていこうと思います。いえ、礼を言わねばならぬのはこちらの方です。皆様方の協力なくしてダーマの復活はありえませんでした。今回の件で私は自分の未熟さを痛感させられました。そこで私もあなたたちと行動することで自分を見つめ直したいと思うのです。ミカミックスさん、これからもよろしくお願いします。おい、ダーマ神殿どうすんだよ。さて、用も済んだことだし、バローに帰るとしよう。ああ、城の皆は今頃心配してるだろうな。いやいや、ダーマ神殿どうすんだよ、マジで。二度とダーマが悪しき者に利用されぬよう気を引き締めなければ。皆様、ホズ大神官のことはお願いしましたぞ。え？転職できるやつ他にいるのだって。ダーマ神殿来てもさ、ホズがいなかったら転職できなくね？こっちいねえし。君、転職したいって言ってなかったっけ？お、ここの2階には強力な装備が売っている。マジで？冒険しようかなって、お前何冒険してんの？いや、フォズいなくなったから転職できないよ、君たち残念だけど、これ邪魔だな。なりたい職業がたくさんあって、オラ迷ってるだよ。そんな簡単にさ、職業変えられるって、すげえよな。ちっとも知りませんでした。ダーマ神殿が魔物に宣教されていたなんて。偽の大神官に騙された人たちってまだ生きてるの？いや、死んだ。なあ、聞くなよ、まったく。お、強えけど、たっけえ。エンハンスソード、ドラゴンキラーがある。あ、ドラゴンキラー。いいなぁ。これでも魔力が上がるな。魔力が上がったところでっていうのもあるけどな。でも、ベホインとかの回復量が上がるんだな、きっと。剣いっぱいあんじゃん、これ。あ、両手剣だから多分盾が装備できなくなるんだ。気球一文字は、刀でしょ。巨人の斧って誰が使うんだ？これは、短剣、槍、炎の爪。アリーナか。磁力の杖。マジックパワーを消費するが高い力を持つ。あ、カルベルビュート、ここにも売ってんじゃん。アライジングさんがあるけどな。風魔手裏剣とかないのか、まだ。どうしようかな。シルバートレイは装備してる。黄金の盾。あ、毒に強いんだ。もう今更だけど。プラチナアーマー。いや、たっけえなー。あれ、大地の衣ってビビ下がる。なんでだ。ビビ何装備してんの。カメレオンローブ。すげえ、魔力が上がる。これ欲しい。買ってあげようかな。ビビ買ってあげよう。プラチナヘッド。レッドキャップ。プラチナヘッドか。ちょっと安いから2つ買おう。あとは、ユフィが微妙な装備してんのかな。ビビが天使のローブか。これユフィ装備できねえかな。でバンダナは相変わらずバンダナか。ユフィを、あー、マジカルスカートしかない。マジカルスカートって確か進化できたよな。またたまには竜の首殺し屋も行こっかな。そろそろ強い敵も対処できるんじゃないか。あ、グリーンベレー素早さが上がるのか。どんくらい上がる ?10 か。結構上がるな。まあ、55あるからいいや。
で、あとはレッドキャップか、あ、2人装備できんな。これ2つ買うか。うわー、もう一気に金がなくなったな。鎧が買えなかった。ミカミックスとかの。レッドキャップを装備させて。バンダナずっと巻いてたのかよ、これ。羽帽子からレッドキャップへと、だいぶ上がんな。よし、オッケー。まあ、とりあえず、買い物はこんなものでいいでしょう。ちょっと、竜の首コロシアムに行ってみましょう。少し強くなったんで、ここ、キメラの翼使えるかな。で、マジカルスカートとかちょっと進化させたい気がするからな。ちょっと待って。先駆けを、テリーに装備させよう。ハヤテのリングをちょっと外して。こいつ。よし。ブラッドソードがある。かけてみよう。おぉ、大魔神みたいなのが出てきてるよ。動く石像か。無理だな、真空波。結構減らねえし。うわ、100。使う。70か。踏みつけ。うわ、めっちゃ食らう。ダメだ。これ次で倒せないと。終わる。無理だったか。ブラッドソードは諦めて。アサシンだが。これダメっぽいな。ボストロールとか無理だし。ボストロールなんかあるか。結局真空波に耐えることになった。3人っていうのがきついよな。クイックトリックと、ほら、お、やっぱりメーター画面めっちゃ強い。超いかれてんだけど。完全に歯が立たない。あとは祝福の杖とかなんか持ってなかったっけ。誰か装備してんのかな。この辺ちょっとありそう。あ、ゾンビメールがある。ゾンビメールはもう早々に。あ、これならいけそうだぞ。見た目で判断してるけど、真空波がどれだけ当たるんだ。4。これで無理だな。魔法キャラじゃないと無理だな。ドレイン、いやもう絶対回復されたよこれ。94とか話にならん。手紙で使ってきたし。いやー無理だな。あやつろ、操って自分にドレインをかけよう。うわー、あ、死んだ。これちょっと相性が悪かったな。だモンスターは変わるんで、ちょっともう一回ゾンビメールをかけます。ゾンビメール、おー、こいつかー。ランドウォンはね、操った方がいいんだよな。ミスったかー。よし、で、攻撃202。よしよしよし、これはもう完全に運だな。いけるか、操った。よし、調子いいぞ。もう1回か。もう600与えたよね。おお、調子いい。マジでレベルが上がってるからかな。まだ倒せないの。ミスった。あー、いくつ食らう。129か。まだ耐えられんな。あー、もう1回耐えられる。次操れなかったら危険だ。ミスったかー。いって、265。死んだ。なんかいい線いってたと思うんだけどな。結局ダメでしたと。何にもできねえな、結局。マジカルスカート。同じパターンかー。操ろ。ミス。ミス。悲しすぎる。46だもんな。これ絶対無理だ。痛い。痛い。悪あがき。死んだ。
あと茶バンダナかけて終わりにしますか。君たちなら倒せそうだ。くらえ。真空派。おお、これは勝ったな。勝ち。疾風のバンダナ。よしよしよし。エクスポーションとかなんか何になるんだ。やるだけやってみよう。あ、ブラッドソード野郎がいる。真空ハンマーで倒せればいけそうだけど、そうだ、倒せねえ。せやれた。てかヒットポイント減ってねえか。魔法トーン、魔法トーンは大丈夫だよ。魔法じゃないからこれ、剣技だから。あくまでも、おお、くらえ。よーし、メガザルの腕は微妙だな。だったらエクスポーションの方がいいよ。こんなもんか。あ、そうだ、あとちょっとメダルの交換していきましょう。キメラの翼で3個しかないの。メダル王、メダル王、メダル王女か。いつも間違えた。さあ何をくれる。38枚。お、守りのルビー。次は40枚、誘惑の剣。あと2枚か。守りのルビーってなんだ。防御魔法が込められたルビー。スカラ、あ、いいね。スカラがもともと入ってんのか。ってことはちょっとテリー一回ハイテのリング外して、命のリングもね結構いいっちゃいいんですよね。で、ビビに、まあ、ハヤテのリングだよな。で、ユフィに、守りのルビーを装備させよう。よし。結構アクセサリーも揃ってきましたね。というところで、じゃあ今回はこれで終了して、次回ですね、飛宮艇の方を手に入れていきたいと思いますので、今回はこれで終了します。